師匠五経東洋哲学の代表的な9つの経典を総称して師匠五経と言います。有名な論語、孔子の孫の子子が書いたとされる中庸、後継者が書いた孟子、二宮金次郎が読んでいることで知られる大学、これらを師匠と言い、占いの原点であり明治大正の元号の出典とされる易経、昭和平成の元号の出典とされる初経、最古の歌謡集とされる地経、来期春秋を五経と言います。この師匠五経を13冊の本を通して1冊およそ1分でポイントを分かりやすく要約していきます。最初の1冊は論語岩波文庫。我日に見たび我が身を顧みる、我十有五にして学に志す、30にして立つ、40にして惑わず、50にして天命を知る、60にして耳従う、70にして心の欲するところに従っても範を超えず、古きを温めて新しきを知る、もって師となるべし。これを知る者はこれを好む者に近づ、これを好む者はこれを楽しむ者に近づ。我三人行えば必ず我が師を追う、過ぎたるはなお及ばざるがごとし、中庸を得ていない。君子は人の美をなす、人の悪をなさず、小人はこれに反す。君子はこれを己に求む、小人はこれを人に求む。過ちて改めざる、これを過ちという。次の一冊は超訳論語、人生講者は皆講師に学ぶ。学ぶほど柔軟になる、頑固になるようではまだまだ未熟。古典を読み続けていると体験と古典が対話するようになる、血となり肉となる。プロ野球選手が失敗したとき、投手がすごい、グラウンドが悪い、審判が悪い、などと言うだろうか。どういう人が孤立するか、自分のことしか考えない、利己的な人だ。他者のせいにしてやり過ごしてはならない、失敗は自己向上のチャンス。仕事の最高到達地点は楽しむこと。自分以外の人は皆先生になりうる、人の振り見て我が振り直せ。善行は人知れずやるもの。上司風でなく君子風を吹かす。威張る人は自分は大した人物ではないと宣伝するようなもの。武勇伝は小物の証。邪魔になるプライドは捨てた方がよろしい。次の一冊は大学、宇野哲人。大学は孔子の遺書にして諸学徳の入るの門なり、論もこれに次ぐ。大学の道は明徳を明らかにするにあり、自然にとどまるにあり。物に本末あり、ことに終始あり、先行するところを知ればすなわち道に近し。古の名徳を天下に明らかにせんと欲する者は、まずその国を治め、その国を治めんと欲する者は
まずその家を整う。その家を整えんと欲する者は、まずその身を治む。その身を治めんと欲する者は、まずその心を正しくす。まことに日に新たに、日々に新たに、また日に新たなり。格物致知とは、我が接するところの事物についてその道理を究極するにあるを言う。君子まず徳を慎む。徳あればこれ人あり、人あればこれ度あり、度あればこれ財あり。次の一冊は中庸、宇野哲人。偏らざるをこれ中と言い、変わらざるをこれ庸と言う。家具の人は童心を持ってはあるが、意にして明らかにしがたく、人欲に流れやすい。上天のことは声もなく、かもなし。喜怒哀楽の未だ発せざる、これを中という。発しても節度を守る、これを可という。中は天下の大元なり、可は天下の達道なり。中和をいたして天地喰らいし、万物行くす。人も物もその形こそそれぞれ異なっていても、性は万物の一元で、人物の性もまた我が性である。物と我と、外と内と、本来相違あるものではない。天下地平のもとは徳にあり。あるいは生まれながらにこれを知り、あるいは学んでこれを知り、あるいは苦しんでこれを知る。次の一冊は大学中庸、森谷浩。明徳を明らかにし、自然の所在を把握できれば、もはや心に動揺はない。修身こそ全ての出発点。日々これ新たなり。人は感情によって判断を誤る。徳は元なり、財は末なり。天を恨みず、人を咎めず。誠は天の道なり。指針は人を遠ざける。見つれば欠けるが世の習い。正善怠らず、正悪行わず。君子は安くして危うきを忘れず。玉磨かざれば器とならず。知るは安く、行うはがたし。不義は決して長続きしない。禁令が多くなるは亡国の兆し。運に過ぎた幸運は誘いの餌か、人生の落とし穴。次の一冊は孟子、貝塚茂樹。国家社会を維持する基礎は仁義の道徳。城壁が完全でなく武器甲冑の乏しいのが国家の憂いではない。農地が開墾されず財貨が流入しないことが国家の憂いではない。
性善を完成するためには外物に惹かれないように欲を少なくすることが大切。誠は天の道なり、誠を思うは人の道なり。その時その場所に適した道義の要求に従う。古の人を醤油とする。自ら顧みて直ければ千万人といえども我ゆかん。次の一冊は孟子、荀子、久米坂夫。しないとできないは違う。尊敬できる部下を自ら迎えて教えを受けるぐらいの気持ちが必要。成人は人間、私も人間、何の違いがあるものか。意欲さえあれば成人と同じになれる。天がその人物に大任を授けるときには、はじめにその精神を苦しめ、肉体を痛めつけ、飢えと貧乏にさらして、やることなすことを狂わせる。ことごとく書を信ぜば書なきにしかず。強者が土地を、覇者が与党を獲得するのに対し、王者は人心を獲得する。安氏は自分と毛色の違う人間を排除する。前行蘇州、普段の収容、舞台に立った時にはすでに決着がついている。叱りすぎより褒めすぎを選ぶ。禁令を増やすより士気を高める。次の一冊は孟子、大学、中庸の思想。成人も人間である。成人の偉大さも努力の結果に他ならない。すべては本体がまず腐ってから虫がたかる。物は大事にすべきだが、執着心を持ってはならない。日頃徳を積んでいれば、乱世でも心を乱されることはない。いつも自分を高めて自然の境地に留めておくこと。理をもって理となさず、義をもって理となすべし。偏らないこと。中庸は天下の正道であり、天下の定理である。中間の程の良さを知るには、まずその両極端を知る。次の一冊は初経、ビギナーズクラシックス。人の道に外れた行為にふけってはならない。快楽に溺れてはならない。指針を捨てて中庸の道の政治を行え。人への畏敬を決して忘れない。それが君子として最も重要なこと。左右にいて補佐してくれる臣下こそが大切。見下してはならない。人こそが国の基本。天下にはどれだけ愚かな男女にも、皆自分より優れた点が必ずある。徳がなければ天下は治まらない。徳を日々新たにする。自らを誇り、人を恥ずかしめてはならない。次の一冊は春秋左氏伝、ビギナーズクラシックス。春秋は孔子に孔子が手を加えて編纂した歴史の書。
江戸時代には漢学を学ぶにあたっての基本的な書、武力の行使をして人民をなつけ和まそうとするのはまるで意図を整えようとしてかえってもつれさせてしまうようなもの。過ちてよく改むる善、これより大なるはなし。戦争というと力の有無、兵力の差異が勝敗を分けると考えられがちだが、背後で特技の有無が勝敗に深く関わっている。人の欲望がこの世の争いの最大の原因。次の一冊は駅の話、金谷治。よく駅を治る者は占わず、徳を一定にしていないと恥ずかしめを受ける。占うまでもない、当然のことだ。高いものが低いものの下にあり、男が女の下にあり、銃が上で豪が下である。陽中に陰あり、陰中に陽あり。生まれることは死ぬことでもあり、死ぬことはまた生まれることである。人間世界の秩序と宇宙自然界の秩序との一致を考える。陰陽同性の胎児循環が永久に繰り返されるのでなければ、万物の生成は止まってしまう。服はそれ、天地の心を見るか。一陰一陽、それを道という。次の一冊は四書五経の名言録、守谷浩。最もまずいのは目先のことに一喜一憂すること。万物は常に変化の過程にある。徳は元なり、財は末なり。志立たざれば火事なきの船、靴はなきの馬のごとし。お金というのは使い方を見るとその人がどの程度の人物なのかわかる。勝利を見ればすなわち大事ならず。人間は苦労や逆境の中で磨かれていく。それはむしろ歓迎すべきもの。過去ありといえども食らわざればそのうまきを知らざるなり、指導ありといえども学ばざればその良きを知らざるなり。その善をありとせばその善を失い、その能に誇ればその功を失う。天を恨まず、人を咎めず、科学して上達す。我を知る者はそれ天下。最後の一冊は中国古典、一日一元、守谷浩。誰でもやり始めはうまくいくが、それを最後まで持続させる者は少ない。多山の石、持って玉を磨くべし。君子が一般の人と異なるのは、絶えず自分の心を反省する点にある。むさぼらざるを持って宝となす。言うべきでないことは言うな。人格の形成はあたかも木を育てるようなもの。種をまき、水をやり、手入れをする。悪は根こそぎ抜かないと必ずまた生えてくる。およそ人の人たるゆえんのものは礼儀なり。お疲れ様でした。ぜひチャンネル登録もお願いします。